sekarang mau ke kantor, ke kantor tiket pelunasan. あのそのチケットを発行しなくちゃいけないから、これからそれやるんだったら会社に行く。はい、分かった。それって、ガスマスクとかそういった手配とかは一切ない、まあ、ね、登る関係に関しては一切触れないでしょ。一切触れてない、もう交通手段なかったね。別食べ物別。なるほどね。いやこれちょっとね、まだブッキングしてないのみたいなこと言ってる。そうだよね、ホテルはね。クレジットカード先にやんでパン何に、いや、あっちにするってこと。あ、青い炎、青い炎で、炎はわかる。青いマスガード、ガイドが手配できない。ガイドなしで行くの、行くのはあまりの危険だからってことでしょ。朝、予約してあげるから、そのガイドもだから朝に行った方がいいよ。なるほどね。前だから4時半とか、まあ、余裕持って4時ぐらいには着きたいでしょ。でそこから7、8時間逆算すると上に9時だと無理なんだよね。なるほど。だから最低で上に7時。明日このおじさんはマリに行っちゃうんだって、朝に。だから、うん、代わりの人を、連れてくるから、それでもスラバヤの飛行機に行けばいいよ。でそれで9時に、うん、行くと間に合わないんじゃないのみたいな話をしたら、じゃあそれはちょっと後で話すそこが大事なんだよ。そこがいいか。いや今ブッキングがまずできるかとか、まあね、そこもまだ決まってないから、それを一個ずつ整理した方がいいのね。わかった。まあ、もともだよね。もう向かっちゃってるからね、なんならもう、あ、だっこずっと笑ってるよね。これが8時間持つのだろうか。こっちは持たないよ。いや、俺もすでに結構きついよ。頑張ってくれ、お前しか会話できないんだ。俺らもう見てるしかないから。気が気じゃねえんだけど、マジで。なんでこんなテンション高いんだろう。一応変な人ではない。あ、ね、めっちゃ面白い人だと。ああ、なるほど。ただ結構ね、話してて疲れる。彼名前なんていうの。パパニャ、名前ニャ、あ、パパシュークリーン。シュークリーン。シュークリーム。シュークリーン。シュークリーン。アクケン、オッケー。ラブロコカットラクワデア。いや3枚だ。陽気だな。いちいち後ろ見なくていいから。集中して。今のも面白いんだよ。タバコ吸わないと、うん、やってらんないのみたいなの言って、うん、あ、運転手さんもそうですかって言ったら、うん、もうみたいなこと言って。それ今吸ってるから。お、話の内容わかんない。もう疲れた。ちょっと集中しなさいっていうの、運転に。楽しくまわれ、リスロークシャーナー、運転。
森犬なんだよ。ネシアにもいた。ネシアにいたね。大丈夫か、プルンプよ。ちょっとハゲてるし。この人たちは仕事を変えない。君オランダ、オランダ、オランダじゃん。そうだった。ちょっとマジ本当に疲れたんだけど。それを考えたら、ホテル行くと前に時間が。もったいないと。まあ、わかる。うん。だから、その方がいい、あの、ホテルに取らない方がいいんじゃないのっていう感じ。うん。何が感じや。下の電車乗ってる感覚だったもん。なんだよこのスピード。俺俯瞰で見たの、みんなを。頭揺れまくってるの。加藤とか横見たらものすごいよ、頭が。ちゃんとした道路じゃねえじゃん。トリダムスピード出すんだよ。バイクがあったらさ、クラクションでしょ。時計で。こいつさっきはね、穏やかなおっさんだったじゃねえのかよ。もう12時だよ。もうマジ生きた心地がしねえ、あのスピード。いやマジで生きか、動物引くだよね、思った。いや動物どころじゃなくてさ、普通にバイクとかさ、たまにランプつけなかったやつもいたじゃん。俺走ってるよね。あと4時間ぐらい。うわもう今から彼に運転してもらって、帰りも彼が運転してるみたいな。なんだ。いや、じゃあちょっと鍵、いや朝7時まではその青い炎は見れる。ガイドもやってくれる。あの人が、うん、あのすごい上まで登らなくて、ちょっと下からで青い炎を見るっていう、あの、あれに考えてんだ。そうすると言えばガイドも特にいらないんだ。必要ないんじゃないかっていうか。
ya enggak apa-apa pakai ya juga nanti kan enggak aja terlalu sekali つけなくても大丈夫でしょみたいな。あんたあんたら大丈夫かもしれないけど、ガイドはお金がかかるから、まあ彼に行ったことがあるからいいんじゃないなって。大丈夫、オッケー、それしかないもんね、だってね今は確かに。そうそう、びっくりした。